県庁アナウンサーの芹澤美里です。かなちゃん TV 木曜日は教えて黒岩さんです。知事よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先日梅雨入りし、集中豪雨や台風などによる豪雨災害が心配な季節となりました。今回は洪水や土砂災害の際にお知らせする防災情報に関する話題です。最近大雨の時にテレビなどで警戒レベルという言葉を耳にするようになりましたが、なぜこの警戒レベルという言葉が使われるようになったんですか？これね、今までこの河川の氾濫情報ってね、こういう表現だったんですね。ちょっと見てみましょうかね。氾濫注意情報、警戒情報、危険情報、発生情報、こういう表現だったんだけど、瀬田さん、氾濫警戒情報と氾濫危険情報ってどっちが緊急性が高いか分かりますかね？ちょっと警戒と危険とあんまりはっきり分からないですね。分からないですよね、はい、だからこれを分かりやすくしようということでですね、警戒レベルという概念を持ち込んだんですね。これ5段階ですね。で、5段階、最初警戒レベル1は、心構えを高める、災害の心構えを高める、そして警戒レベル2になるとですね、避難場所や避難経路など避難行動について確認をしてくださいよ、いつでも避難できるようにしてくださいよ、またどんな雨が降ってきましたって警戒レベル3に上がるとですね、これは、避難に時間のかかる高齢者の皆さんは避難を開始してくださいと、その他の方はいつでも避難できるように準備してくださいと、4になるともういよいよ全員速やかに避難してくださいと、5っていうのはですね、もうすでに災害が発生しているという状況なんで、まあ、自分の命を守るためのね、最善の行動をしてくださいということを、こういう表現をするとですね、じゃあ一体今どれだけの緊急性があって、今自分が何をすればいいかよくわかるでしょ、はい、そういうふうに書いたわけですね。はい、このように5段階に分かれているので避難のタイミングがすごく分かりやすいですよね、うんうん、はい、この他にも県ではさまざまな防災・減災のための情報を提供しているんですよね。そうですね、この県のホームページでですね、災害情報ポータルっていうのでですね、ハザードマップ等を示していますね。ちょっとこれ説明してください。はい、県ではどこの場所がどのくらい危険なのかというものを示した市町村ごとの洪水ハザードマップを県のホームページから閲覧できるようにしています。はい、皆様もハザードマップ見てみていただきたいんですけれども、アクセス方法はまず県のホームページのトップページにある防災安全安心情報をクリックしていただいて、災害情報ポータルをクリックして画面を表示させます、うん、はい、はい、そうすると次に災害の情報ポータルが開かれますので、はい、ハザードマップの洪水をクリックすると洪水ハザードマップについての画面が表示されます、はい、そうしますと市町村名が表示されますので、うん、お住まいの市町村名、例えば今回ですと海老名市をクリックしていただくと、はい、海老名市のページから確認をすることができます、うん、でこちらの海老名市洪水ハザードマップをクリックしていただくと、うん、ハザードマップがこのように表示されます、うん、これハザードマップっていうのはこの色の濃いところがこの浸水のが深いってことですよね。そうですね、はい、うん、これまたアップもできるんですね。はい、こちらが海老名市役所の周辺をアップしたものになります。うん、この辺ね、ざっとこのもうこう溢れちゃいますよってことなんだけど、この斜線が引いてある部分っていうのは、ここにお住まいの方はこれ洪水によってですね、家が流されてしまう可能性もあるから、早くこの避難所が入っている、こういうふうなマップもあるわけ。じゃあ自分が一体どこに住んでるのかっていうことを見ると、自分の家の情報っていうのがよくわかるということにもなりますよね。はい、まあ、こういうふうなことでですね、県民の皆様、いざという時にはまずは自助ですからね、自分の命は自分で守るということがまず大事です。その後共助公助ということでありますから、まあ、こういった情報県もしっかり出していますから、しっかり普段から確認をしていただきたいと思います。はい、知事ありがとうございました。はい。